リアルさんの質問コーナー。あれ？ iPad のプレゼント企画は？もちろんやりますよ。1名様に iPad Air をプレゼント。そんな金あるか！まだサンタクロース信じてますか？まだ信じてるって、サンタって本当にいる？ティッシュを使った料理を教えてください。ティッシュに塩をかけます。食べます。ワンダフー。 CM パンクさんはいつもなんて言ってるんですか？おっぱいよ。もう一人の自分とフュージョンできますか？ジョン、なんだよこれ、何も変わってねえじゃねえかよ。PDR さん、好きな日本のキャラクターありますか？ラディッツに殺された戦闘力5のおじさんが大好きです。 How many dicks do you have? Bitch! One! How many dicks do you have? Bitch! PDR さんはもし PDR さんじゃなかったら何になってましたか？サラリーマン。トイレットペーパーの芯は捨てる派ですか？それとも食べる派ですか？え？死ね。たかしくん、どうしても質問コーナーに出たかったのね。念願かなっておめでとう。でも死ねっていうのは良くないよ。君が他人に死ねって言ってることを親が知ったらどう思うだろうね。友達の五吉くんはどう思うんだろうね。名前大野隆、呼び方大野くん、出会ったきっかけ中3で同じクラス、関係友達、第一印象怖い、今の印象イケメン、好きなところ笑いのセンス半端なくて優しいところ、一言、好きなところをもう一度、笑いのセンス半端なくて優しいところ、死ね。友達の正しくんはどう思うんだろうね。名前大野隆、性別男、呼び方大野、呼ばれ方な、中出し、第一印象やんちゃそう、今の印象やっぱやんちゃ、関係10組つながり、好きなところ意外と礼儀正しい、一言、好きなところをもう一度、意外と礼儀正しい、死ね。みんな悲しむだろうね。こういうことを繰り返してるといずれ誰かが学校に通報するかもしれないよ。特にツイッターのプロフィールに実名、通ってる学校、学年、そして部活が書いてあるとね。あ、もしもし、1年の大野隆くんというこの担任とお話がしたいんですけれども。はい、みんなもネット上のマナーには気をつけようね。どうも、PDR さんです。知ってる人も多いと思うんですけれども、PDR さん、セカンドチャンネルあります。ここをクリックすれば、そこに行けます。メインより、更新頻度が高いらしいです。はい。で、スマホの方は、下にリンクが貼ってありますので、よし、だれ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 。よかったら、見てください。